はい、皆さんこんばんは、生命機です。今日はね、ケンタッキーフライドチキンでね、晩酌しようと思ってね、買ってきましたね。昨日はね、イカ焼きとね、アスパラベーコン焼いたりとかして、ちょっとね、地味な感じのね、晩酌だったんでね、ちょっとね、今日はね、若い方でもね、楽しめるようにと思ってね、ケンタッキーのフライドチキン買ってきました。でね、今これ見えますかね、これね、30% オフね、今キャンペーンやってましてね、30% オフのこのセットね、オリジナルチキンが3ピースにクリスピーにナゲット、5ピース入ってるやつね、でポテトの S ね、これセットになったやつね、これ買ってきましたね。ではね、今日はね、こちらで晩酌していきたいと思います。まあ多分ね、全部は食べないと思うんでね、ちょっとね、全部食べると多いんでね。ではね、じゃあまず、まあ飲み物からね、飲み物用意してね。ではまずはね、ウィルキンソンさんの炭酸ですね。ウィルキンソンさんの炭酸ね、最強刺激の炭酸、こちら開けて、よいしょね、こんな感じでね、でグラスに注ぎます。おー、シュワシュワね。そしたらお次は焼酎ね、ミニゴロってなってますけども、中身はいつもの大ゴロ入ってますね。大ゴロを注いで、で今日はね、ポカレモンでね、レモンサワーにしていただきたいと思います。揚げ物なんでね、さっぱりしたね、レモンサワーが合うかと思ってね、今日はね、レモンサワーで、ポカレモンのレモンサワーでやっていきたいと思いますね。よいしょ、こんな感じでね、シュワシュワね。富士山ちょっとね、見切れてますけどもね。ではね、今日も一日ね、皆さんお疲れ様でしたね。ではお先に失礼してね、いただきたいと思います。いただきます、乾杯ね。シュワシュワ乾杯。今日もね、なんだかちょっと気温がね、まあ、30はいってないと思いますけども、それでも結構ね、暑かったんでね、日中やっぱね、まだまだこの冷たいのが美味しいですよ。じゃあね、ポッカレモン入れてね、ポッカレモン、甘み入れないのが私ね、ポッカレモンだけの方が好きですね。甘み入れないでね、飲む方が好みですね。人工の甘味料、パルスイートとかね、入れても美味しいと思いますけどもね。じゃあね、一旦こっち置いときます。では、早速ね、ケンタッキーね、開けてみたいと思います。よっ、あら、映ってるかな、ちゃんと。こんな感じですね。ね、おしぼりじゃねえや、お手拭きね。で、これはマヨネーズじゃねえや、ケチャップね。ナゲットのね。で、ポテトの S サイズ。ね、ポテトの S サイズが一つと、よいしょ。あとは、これは何だろう。あ、これ、見えるかな、これクリスピーですかね。なんか短いですけどもね。ね、これクリスピーかな。ちょっともうちょっとアップでね、こんな感じで。ね、これクリスピーだと思います。で、これはじゃあナゲットかな。あ、これはナゲットですね。ナゲット。ね、5ピースナゲット入って。で、こっちが、チキン、あ、こんな感じですね。チキン、ちっちゃいな、これ、このミニカーのやつ1個ちっちゃいですね、これね。他の2つは結構大きめですけどもね、1個ちっちゃいの入ってますね。ちょっと残念賞ですね、これね。ではね、こんな形でね、
やっていきたいと思います。見えてるかな。あ、箱からちょっと出しましょうかね。ちょっと待ってくださいね。ではちょっとね、こう見えやすい感じにしましたけど、どうでしょうね。こんな感じでね、見えやすくていいと思います。ではやっぱね、まずはチキンからね。やっぱね、よっ、おー、こんな感じですね。大きいチキン入ってますね。ちょっとね、時間経ってるんでね、皮がサクっていう感じじゃないですけどもね、焼き直そうかなと思ったんですけどもね、魚焼きグリルで。でもちょっとまあいけるかなと思ってね、そのまま持ってきたんですけどもね、若干やっぱね、衣がしっとりしちゃってますね。でもね、多分美味しいと思うんでね、早速ね、いただいてみたいと思います。もうね、ボリュームがすごい。これやっぱり焼き直した方が良かったな。ちょっと衣がね、しっとりしちゃってますね。手拭かないとね、もう油がねついちゃうね。ではね、シュワシュワでね、いただきます。まあ美味しくてね、飲み干しちゃいますね。このケンタッキーのこの油とね、このレモンサワーの相性が最高ですよ。ね。ね、またね、レモンね、ポッカレモンこう入れてね、これでちょっとね、また一旦置いときます。ではお次はね、野菜サラダね。いつものね、野菜サラダ自分で作ったやつですね、これはね。でまたいつものリケンさんの癖になるうま塩ね。毎回ね、同じで申し訳ないですけどもね、私このドレッシング大好きなんでね。でエバラさんのね、玉ねぎのタレね、買ってきましたね。切らしちゃってたんでね、これもサラダにかけると美味しいんでね、軽くね、これは軽くかけてね。ではね、これでまたね、サラダ今日もね、いただきたいと思いますね。おばあちゃんのね、家庭菜園のね、作ったあの、食べきれないから持ってってってもらってね、いただいてきたあのプチトマトね。まだあとね、10個以上軽く残ってると思いますよ、まだ多分ね。なんでね、まだね、あのしばらくはね、トマト買わなくて済みそうですよ。で今日のこのサラダチキンはね、こちら青森県産五穀味鶏サラダチキンハーブね、糖質ゼロ、 100g あたり 98kcal。 これ 100g より多いと思うんでね。何 g だ、 110g ってなってますね。まあなんでね、そんなね、これ全部ね、このね、空になってますけど、まただいたいこの大きさでね、でまあ100キロカロリーちょっとぐらいなんでね、でちぎってね、ちょっとだけこうね、乗せてるんでね、大してね、カロリーないと思いますね。サラダチキン乗せたサラダ、ほんとね、美味しいんでね、サラダチキンのね、サラダ食べたらね、サラダチキン乗ってないサラダ、ほんと物足りなくなるんでね、やっぱ美味しいですよね、サラダチキンね、乗ってるとね。ではね、サラダいただきます。このきゅうりもまだね、おばあちゃんの家庭菜園でね、いただいたきゅうりね、
あともう少しありますよ。ね、もう結構何本食べたろう、あの家庭菜園のきゅうり。相当食べましたけどね。ね、今年の夏きゅうり買ってない気がしますよ。本当に。ね、トマトはね、たまにこうね、安いお勤め品とかあったりとか、あと、軽トラでね、売りに来る、こう巡回して売りに来る野菜屋さんから買ったりとかしてたんですけどもね、きゅうりは今年の夏買った覚えないですね。ずっとね、いただいたきゅうり食べてる気しますよ。まあ、形に悪いのあったりしますけどもね、味は全然問題ないんでね。本当ね、助かりますよ。私毎日サラダ食べるんでね、助かります。ではここでじゃあ次にナゲット食べてみましょうかね。こうね、ついてきたね、これハインツのケチャップですね。これをちょっとね、よいしょ、開けて1個ね、軽くこうかけて、これでね、よいしょ、こんな感じですね。ナゲット、ケンタッキーさんのね、私ナゲット食べるの初めてですね。このオリジナルチキンでしたっけ、あ、クリスピーか、クリスピーもね、食べたことないんでね、前から食べたかったんですよ。ではね、いただいてみたいと思います。マクドナルドさんの、あのナゲットはね、何回か食べたことあるんですけどもね。じゃあね、初ケンタッキーさんナゲットですね、いただきます。お肉がね、しっとりしてますね。お肉しっとりしてる感じします。美味しいですね。富士山ピンボケかな、富士山ね、いや美味しいですよ。ではお次はね、あ、これね、これちょっとね、あ、開けますね。こちらコールスロー買ってきましたね。コールスロー、キャベツのね、あのサラダですよね、コールスローね。ちょっとね、開けてみます。よいしょ、ね、ちょっとね、これ S サイズなんですけどもね、なんでね、今日これね買ってきたかっていうとね、私好きでね、よく拝見させていただいてる、あの YouTuber のね方に、鈴由美さんっていう方いらっしゃるんですよ。ね、私と同じようにこう晩酌動画ね、上げてる方いらっしゃるんですけどもね。ね、私その方の動画もね、好きでね、よくね、拝見させていただいてるんですけどもね。ケンタッキーで晩酌するときにはね、必ずね、その方ね、コールスローつけるんですよ。で、なんでコールスローつけるかっていうとね、このコールスローをね、こう、乗せてね、こうディップしたりとか、こう乗せたりとかしてね、食べてるんですよ、いつも。こんな感じでね、これクリスピーね、ケンタッキーのクリスピーちょっと今ね乗せましたけどもね、こんな感じで。そう、これで食べるとね、タルタルソース、ちょっとね軽めのタルタルソースみたいな感じで美味しいってね、いつもこうやってね食べてるのね見てたんでね、ちょっとね美味しそうだなと思ったんでね、今回ちょっとね、コールスローも買ってね、こんな感じでね、クリス
ピーに、オンザクリスピーにしてね、いただいてみたいと思いますね。じゃあちょっとね、いただきます。さっぱりしますね。やっぱりこう揚げ物なんでね、こう油っぽいんですけども、このコールスローを乗せるとね、ちょっとさっぱりした感じがこう加わってね、でタルタルほどこうマヨネーズとかもきつくないんでね、サラダなんでね、すごくさっぱりしていいですね。これも美味しいですね。ではね、またこうシュワシュワね、シュワシュワ飲んでね、ちょっとね炭酸強いね、このゲップ出そうになるんですよねこれね。動画でちょっとゲップするとね失礼なんでね、今もう一生懸命ねゲップ我慢してるところなんですけどもね。ではね、ウィルキンソンさんの炭酸入れたところでね、ね、フォアローです、ウイスキーね、バーボンウイスキー、これでねハイボールしたいと思いますね。せっかく炭酸なんでね、おお結構入ったなね、ちょっと今結構入りましたね。じゃあね、これもね軽くこうかき混ぜてね、こんな感じね、シュワシュワのハイボールですよね。ハイボールもね濃くないとね美味しくないんでね、あの缶に入ったハイボール売ってますよね、スーパーとか行ってね、あれも私飲んでも薄くてね、味がっていうかウイスキーが薄くてね全然ダメでね、やっぱりこのぐらいね濃くしてねいただかないとね美味しくないですよねと思うんですけどもね、ね飲みすけなんでね。ね、ではねこれいただきたいと思います。このぐらい濃くないと美味しくないですよやっぱり。このバーボンのねこの華やかな香りっていうんですかね、毎回言ってますけどもね、あのハイボールにすると際立ちますよね。美味しいですよ。では次はまたナゲット食べようかな。あ、そうそう、これね、あのフライドポテトはね、あの夜に食べるとね炭水化物なんでね、と揚げてあるしね、お芋揚げてあるのね、夜ちょっとこれ食べるとね危険なんでね、これは今日食べないでね、また明日ねお昼かなんかにね食べたいと思います、ね、ちょっとこれね、これも食べてね、フライドチキンとかナゲットとかも食べちゃうとねちょっとやばいんでね、これはねあのまた明日ね改めて食べます。でね、じゃあ次はね、粗挽きマスタードね、粗挽きマスタードをこうつけてね、これでちょっといただいてみたいと思いますね。いいよ、すごいですよねこの 30% オフって結構でかいですよね。こんだけ入って1100円ぐらいでしたっけね。オリジナルチキン3ピースにナゲット5個にね、クリスピーね、こんだけセットで1100円ぐらいですからね、ほんとお買い得ですよね。あの月見のなんだっけ、あのチキンフィレサンドもうね、季節代わりでこうあったんですけどもね、さすがにそれも食べてこれも食べるとなるの厳しいものがあるんでね、なんでお昼ね軽めにね、今日おにぎりね、鮭のおにぎりのね小ぶりのやつねで済ませました。で夜ねこれ食べようと思ってね、お昼はそれで我慢したんですけどね。ね、じゃあねナゲットよいしょ、ね、マスタードでね、つぶつぶマスタードでいただきます。ああなるほど、
マスタードも美味しいんですけど、ちょっとね、ここにね、ケチャップも足してね、このケチャップとマスタードとこうダブルでね、ピント合ってないですけどもね、これでいってみたいと思います。セーフでね、ちゃんとね、いや、ダブルでやった方が美味しいですね。またハインツのケチャップってまたカゴメのケチャップとまた違ってね、違う美味しさありますよね。いや、これ後で聞いてくるかな、ちょっとね、ちょっとね、結構ウイスキー入ったんでね、聞いてきそうな感じしますね。ではね、全然関係ないですけどもね、今日ねこんなの買いましてね、久しぶりに CD 買ったんですけどもね、私あのいつもはねジャズ聞いてんですけどもね、ちょっとねクラシックもね前から聞いてみたいなと思って、前ね NHK のラジオ、あれをなんかこう録音してね、あの NHK のクラシック番組のねラジオ録音してね聞いてたんですけどもね、 PC のトラブルとかあってね、しばらく聞いてなかったんですよ。で今昔買ったスピーカーとかアンプとかねちょっと今鳴らし始めててね、したらやっぱりね久しぶりにねあのクラシックもね聞いてみたいなと思ってこれ買ってみましたね。あまりねクラシックとか興味ある方少ないと思うんですけどもね、これあのカラヤンのね、カラヤンっていうね方、あの指揮者のねのドボルザークのね公共国公共曲第9番新世界よりってやつね、この CD ですね買ってみました。私あの新世界よりね、あのドボルザークの新世界よりっていう曲ねすごい好きなんでね、ちょっとねあのカラヤン好きなやつがねちょっとこうブックオフに行ったらね安かったんでねちょっと買ってみましたね。でもまあね、あのアンプもスピーカーもね今壊れててね、あんまりいい音で鳴らないんでね、ちょっと微妙でしたけどもね、やっぱねいいですよねクラシックね。皆さんねクラシックこうおすすめのね曲とか曲っていうかまあアルバムとかあったらね、申し訳ないです、なんかカメラがね急にね停止しちゃってね、熱暴走でもないのかな、なんかわかんないですけどもね止まっちゃってね申し訳ないですね。でね、まあおすすめのねクラシックのね CD ねなんかこうねありましたらね、コメント欄のこう方に書いていただければね、もし手に入ればね買って聞いてみたいと思いますね。よろしくお願いします。ではじゃあまたねオリジナルチキン、さっき食べてたやつね、これをねちょっとねこちらタバスコね、タバスコちょっとねかけていただきたいと思います。この前レッドホットチキンでしたっけね、このケンタッキーさんの辛いねチキンの時にこうタバスコを振って食べたらね意外と美味しかったんでね、ちょっと今回もねタバスコ振っていただきたいと思います。じゃあいただきます。骨がね小骨があるんでね、骨がが多いとこかじっちゃって、鶏の骨大きいからね喉に刺さらないように注意しないとね、やっぱねケンタッキーのフライドチキンとねタバスコよく合いますよ。このタバスコの酸味と辛みがねまたねこのフライドチキン美味しくしますよ。
ちゃんと拭いてね。油っぽいんでね、あーちょっとこの辺ちゃんとこうねして、じゃあどうしましょう。あ、そうそうそう、では赤ワインね、赤ワインも合うんじゃないかと思ってね、また出してきました。あのナティバっていうねチリワインですね。カルメネールっていうこう品種で作ったあのチリワインね、赤ワインね、何度かねうちのあの動画でも紹介してますけどもね、スパイシーで濃厚な旨味の原点とか書いてありますけどもね、まあスパイシーって言えばスパイシーかな、うん、あんまりこの甘すぎず渋みもそれほど強くなくっていう感じのワインですね。これもう税抜きで500円しない、480円ぐらいのね安い赤ワインのウイスキー、ウイスキーじゃない赤ワインね、もうさっきのウイスキーが効いてるんでね、またねおかしなこと言い始めてますけどもね、申し訳ないですね。ね、こんな感じですよね。アルパカのねワインも人気あるみたいですけどもね、今度アルパカ買ってきましょうかね。こっちねいつもこっちねあの買って美味しいなと思ってね、こっちばかり飲んでんでね、今度アルパカ買ってきましょうかね。でまたね味ねどんな感じかね比べてみるのもいいかもしれないですけどね、ちょっとね氷入れてねぬるいんでね、ねちょっと気軽にね、ワインにあんまり氷入れないのかもしれないですけども、まあ安いワインなんでこう気軽に氷入れてねいただきたいと思います。うん、あフライドチキンに合いますねやっぱ。うんうん、うん、やっぱりこう鶏でもこう肉料理 だったらやっぱり白より赤の方がいいんですかね。牛肉なんかはねまあもちろん赤の方がいいんでしょうけども、鶏肉こうねフライドチキンとかでも白身のお肉でもやっぱフライだったら赤なんですかね。うーん、白と合わせるよりは赤と合わせた方がいいのかな。なんかそんな気します。うん。ね、私貧乏舌なんでね、あまりね偉そうなこと言えないですけどもね。では、まだねバッテリーの方はねカメラのバッテリーの方は大丈夫そうなんで、ちょっとねこのコールスロー単体でね。さっきあのクリスピーに乗せて食べたんでね、コールスローの方単体でちょっとね味ね見てみたいと思います。よいしょ、ね、キャベツ、刻んだキャベツにちょっとね人参入ってる感じですね。ああこんな感じね、どうでしょうね、いただきます。うん、ああキャベツの味がねしっかり出てますね。ああちょっとこう酸味もあってねお漬物感があるんですよね。ちょっとこうお新香にも似た感じっていうんですかね、まあマヨネーズが入ってるんでもうお新香とか味は全然違うんですけども、感覚的にねなんかこうね定食にね、お新香つくぐらいの感じの感覚なんですかね。あのコールスローね、こういう油っぽいこうね中にコールスローちょっとねさっぱりしてキャベツの甘みがあって、ちょっとこうね使ったような酸味があってね、ね美味しいですね。うん、箸休めっていうかね、なんかそんな感覚なんですかね。これ美味しいですよ。うんうん、ではちょっとね氷を足してね、でウィルキンソンさんの炭酸ね、炭酸をこう、あこれちょっと待ってください、
これワイン入れたらどうなるのかな。ワインこう割ってね飲んだらどんな感じになるか、ちょっとね試しにね、あのナティバね、これちょっとねワイン入れてみたいと思います。ワインをこう割ったサワーみたいな感じでね、ちょっとこういう飲み方もあんのかなね。ちょっとこう邪道っぽいですけどもね、ね、ちょっとこうかき混ぜてね、これでいただいてみたいと思います。ちょっと今思いついたんでね、じゃあこれいただいてみます。あ、これはこれでありかもしれないですね。あ、でもねちょっとアルコール度数がちょっとね足りない感じなんでね、ここにね焼酎ね、焼酎入れてね、これ焼酎入れてちょっとアルコールマシマシにしたら美味しいんじゃないかなと思いますね。ちょっとねまたいただきます。なんかあれだな、それぞれ中途半端になっちゃうな。ねえ、ワインの味も中途半端になっちゃってね、焼酎の味も中途半端で、炭酸も中途半端って感じになっちゃったかな。ちょっとあんまり良くないかなこれね。えちょっと中途半端な感じになっちゃいましたけどもね、まあ飲めなくはないですよ。これなんだっけ、山ぶどうのこうね、山ぶどうのこう潰した液とかでこうサワーで割って焼酎入れて飲むっていうぐらいにすれば美味しいのかもしれないですけどね、ワインでこうやったらちょっとね中途半端になっちゃいますね。ではお次はねこちらね、玉ねぎのタレね、これね、唐揚げにかけて食べるとね、またさっぱりして美味しいんでね、ちょっとね、このクリスピーね、こう軽くかけてね、これでね、クリスピーいただいてみたいと思います。どうでしょう。ね、ピンときましたね。ちょっとおろしポン酢をこうかけるような感じ。味は違いますけどもね、全然なんかこうさっぱりこうするような感じのこう味で食べるっていうね、よいしょ、どうでしょうね、こんな感じでね、いただきます。いや、さっぱりしてね美味しいですね。唐揚げ揚げ物にね、エバラさんのね玉ねぎのタレで、ね、意外と合うと思いますね。ハンバーグ、トンテキ、トンカツにも合うってね、おすすめです書いてあるんでね、こういう食べ方でもね美味しいと思います。ではね、今日のね晩酌動画の方はねこの辺でねお開きにしてね、あとはまた動画でも見ながらねだらだら晩酌続きしていきたいと思いますね。鈴由美さんのね晩酌動画ね、晩酌動画じゃないや、なんかこう辛いものフェスみたいになところに行ったやつね、2019年版ね、まだ見てないんでね、それ見ながらね晩酌いただこうかなと思いますね。鈴由美さん、うちの動画なんて見てるわけないと思いますけどもね、いつもね拝見させてね楽しみにしてね見させていただいてます。ではね、今日も最後までねご視聴していただきましてありがとうございました。ではまた明日ね動画アップすると思いますのでね、よろしくお願いします。じゃあね、ちょっと失敗だったワインシュワシュワでね最後締めたいと思います。